うほーい。隠れた名作の時間だぜ。あのホラー映画の伝道作、エイリアンを題材とした新作シューター、それがエイリアンスファイアチームエリート。あんまり期待してなかったけどかなり面白かったですぞ。それに9月にプレステで日本語版も出るんだよ。一部のマニアに大絶賛のこのゲーム、それじゃあ遊んでいきますぞーい。時は西暦 2000X 年、秋葉原で悪徳な絵画商法を決めてる奴ら、そう、通称エウリアンについに行政指導が入った。それにより奴らは地球を追放されるが、なんと活動の舞台を宇宙に移したぞ。宇宙で活動するとかもはやこれはただのエイリアン。だが今度の餌食は宇宙ステーションの奴らだ。そして宇宙ステーションの奴らが絵画商法の餌食となり、多額のローンを抱えて被害者の会を結成したところでこの物語はスタートするのである。やったー、久しぶりのすごい適当なザレ事が始まったー。しかし意識高い絵画を買って80回の分割払いを決めても、最初にやることはキャラクターのエディットだ。絶妙にポリコレに引っかからない良い塩梅のパーツが揃ってますぞ。これは後からスキンの項目で変更可能なので、思うがままに適当にエディットしていきましょう。最初は全員がこの宇宙基地のエンデバーからスタート。ここで被害者からいろいろ聞き込み調査をしていくんだね。早速あの人に状況を聞いてみますぞ。ふむふむ、我々の大事なドクターが、街頭でポストカードを配ってるお姉さんに捕まって、絵画の展示会をしているので見ていきませんかと誘われて、そしてのこのこついて行って事務所に監禁決められてるだと、畜生、それがエウリアンの手口なのに、これは買うまで返してもらえませんぞ。風産業に詳しくてくさー。おっと言わんこ吹いたのか。エイリアンスファイアチームエリートは協力型のシューターゲーム。ソロでも遊べるしフレンドを誘って遊ぶこともできますぞ。ボリュームは今のところ4つのキャンペーンと1つのホードモード。1つのキャンペーンに3つのステージがあって、だいたい1ステージはクリアまでに20分くらいかかりますな。ということで早速ミッションスタート。もちろんロールの選択もありますぞ。ロールによって使える武器とスキルが違うんだけど、個人的なおすすめが爆発物を扱うデモリッシャーと、あとはタレットを扱うテクニシャン。この手のゲームには珍しくロールかぶりができるので、まずは気に入ったロールのレベルを上げていきましょう。そんなわけでマッチングが完了。ふむ、奇跡的に人とマッチングしなかった。でも大丈夫、その穴埋めは高度な AI が担当してくれますぞ。やはり時代はボットが担うのですね。そういうことになりますな。ということでまずはテクニシャンでスタート。最初は薄暗い宇宙船から始まるのですね。おいお前ら、ここからエイリアンが占領してる激戦区だぞ。そんな死んだ魚のような目をしてやる気あるのかこの野郎。さすが風さん、今日もボットにだけは強気ですね。うへへ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 。この宇宙船は閉ざされているのだけど、プラズマカッターで無理やりこじ開けてやるんだよ。さあここからエイリアンがうようよ出てきますぞ。で天井に潜んで嫌がる。危ねえ。このまま進んだら馬乗りで捕食されるところでしたぞ。結構エイリアンは脆いのですね。子供の頃にテレビで見たエイリアンと違って、この世界のエイリアンは人間でも十分に対応できますな。この世界のエイリアンは角待ちが大好き。しっかりクリアリングしないと奇襲をもらいますぞ。これ初見だとかなりビビりそう。あとエイリアンの死体の体液は踏むとダメージをもらいます。離れてるエイリアンにはハンドキャノンで攻撃。おっとまだおりますな。近距離はショットガンで戦うのがスタンダードだけど、畜生、こいつ体液をぶつけてきたぞ。じゃあイライラ電撃棒を投げてやる。これはテクニシャンのスキルで3回も投げれて、当てると敵の速度を落とす、かなり使えるものですぞ。おいボットたち、もっと自分をカバーするのですぞ。今日も風さんはボット使いが荒いですー。囚われたドクターを救出するために、エイリアンの巣になった宇宙基地を練り進む我がチーム。だがそんな宇宙基地でとんでもないものを発見する。そう、製造途中のエウリアンの擬態があったのである。この擬態が意識高い系のお姉様になって、そしてピュアボーイに甚大なる被害をもたらすぞ。だから今のうちに壊すんだオラー。一体風さんの過去に何があったんだー。そしてさらに大量のエイリアンが湧いてきましたね。そう、これこそがエウリアンの中身だ。これが成長して擬態に入って、そして秋葉原でピュアボーイを惑わすやつになるんだよ。少しでもシルクスクリーンの綺麗な絵に興味を持ったら最後、買わせるまで必要なセールストークで迫ってきますぞ。セールスを断るなんてとんでもない。勇気を出して断ったら心をえぐるような言葉でトラウマを植え付けてきますぞ。こんなんピュアボーイに耐えられるかってんだ畜生め。やたら具体的な被害報告でくさー。そして一刻も早くその場から立ち去りたくなって、泣く泣く契約書にサインを決めてしまうのである。マジかよ、お前サインしたのかよ。うにゃー。
もう自分と同じ気持ちをドクターに味合わせたくない。おいドクター、助けに来ましたぞ。めっちゃ頭狙うじゃないですか、やだー。そして各キャンペーンにはチェックポイントがあって、そこに行けば同じチームで続きをやるか、一旦基地に戻るかが選べますぞ。武器やアタッチメントも報酬でもらえるのですね。ドクターを救出したらこんな場所からおさらばだ。さあお前ら行きますぞ。せいぜい、誰だリーダーの愛に銃を撃った奴は。ボットにまで裏切られてくさー。そんな悲しみを胸にたどり着いた脱出セクション。ここに宇宙船があるからこれに乗って脱出するんだね。これ動くのですかね。なんか動かす前に色々準備が必要みたいだね。このゲームの基本的な進行は、ステージの最後は大抵防衛ミッション。親切なことにそれらのエリアには弾薬やアイテムが置いてあるので、エイリアンの猛攻の前に戦いの準備ができますぞ。ということでまずはスキルでタレットを置いて、このテクニシャンのスキルのタレットは強いですよね。何回でも使えるからね。それとは別にさっきアイテムボックスから拾ったタレットも追加で置きますぞ。こっちは使い捨てのタレットです。さあこれで準備が完了。あとはこれにアクセスすれば防衛の開始。大量のエイリアンが襲ってきますぞ。おお、やっぱり始まったエイリアンラッシュ。エイリアンはめちゃくちゃ動くので狙いにくいけど、壁走りをしたところを狙い撃つと当てやすかったですぞ。というかドクターがすごい邪魔ですね。こいつ一向に働かないんだ、畜生め。うわーん、ドクターも頑張れよー。そしてある程度雑魚エイリアンを蹴散らすと今度は強いエイリアンがやってきますぞ。でも接近する前にハンドキャノンでヘッドショットを決めて、そして今度は電撃イライラ棒で速度を下げる。その後はショットガンで乱射を決める。これができるからテクニシャンはかなり使いやすいんだ。遠近強いのはかなり良いですね。でも強いエイリアンにかまってると速攻で雑魚エイリアンのラッシュが来るぞ。いかに早く強いエイリアンを処理するのが要ですな。そして時間経過で次のお題が始まる。お題は監視室のコンソールにアクセスすることだけど、強強エイリアンが2体も出てきましたぞ。こういう時はボットになすりつけるんだ。このエイリアンは一番近いやつを優先的に狙ってきますぞ。さすが風さん、今日もボットに厳しいですね。これでとどめだ。おらー、ここから先はもっと硬いエイリアンが出てきますぞ。そして削られたので回復しましょう。これ自然回復はないので回復アイテムは貴重ですぞ。あとはこれを起動して宇宙船に逃げ込めばクリア。だがこれはエイリアンを題材としたゲーム。ここから大量のエイリアンが襲ってきますぞ。また強いエイリアンが来た。これは無視して逃げるのが正解ですぞ。なんとか脱出地点に行くことができたが、畜生、ボットが好戦的で逃げやしないぞ。やばい、強いエイリアンもやってきた。で緊急回避の方向間違えた。あー、もうは微教官の地獄絵図でくさー。体力を半分近く減らされてなんとか脱出するも、振り向けば貴重なボットが全員死んでた。そして博士までもエイリアンに襲われる中、これは無理だと悟って自分だけ脱出したのです。ものすごく救いがない話ですね。何の成果も得られませんでした。でも一人が脱出できたらクリアみたいですね。貴重なドクターを救えなかった原因はやはり火力不足。同じ悲劇を繰り返さないためにここはデモリッシャーを使うしかない。デモリッシャーはかなり火力を出せるロールですぞ。このゲームの武器カテゴリは現在は4種類で、ロールによって持っていけるカテゴリが決まるのだけど、デモリッシャーは高火力なライフルとヘビーガン、両方持っていけますぞ。ということで今度は野生のイワンコフを連れてきましたぞ。こらー、フィールドのフードー。貴様イワンコフに誤射を決めるな。チームダメージが入るじゃんかよー。大丈夫だ、問題ないイワンコフよ。このゲームの難易度は5種類あって、カジュアルとスタンダードはチームダメージはなし、他は全部チームダメージがありますな。まあ高難易度は統率取れたフレンドと遊ばないとクリアできない感じ。というのもボットは基本的にプレイヤーの周囲にまとわりつくので、最高難易度だと速攻でチームダメージの餌食になって死にますぞ。さらに食らうダメージもものすごい。速攻で自分も撃沈するでしょう。ソロや野良で遊ぶならスタンダードまでが気持ちよく遊べますな。カジュアルモードだと敵もハイライトされて見やすいですよね。それじゃあ次のステージですぞ。これ舞台は宇宙船だけじゃないのですね。うん、なんか惑星に降り立ってエイリアンの遺跡を調査する感じだね。さあ惑星に降り立つや否や大量に湧くエイリアン。イワンコフ、タレットは置いたか。はい、置きました。そして何気にカバーアクションまであるのですね。あんまり使わないけど確かにあるよね。ちなみにカバー中は身を隠しながら攻撃できたりしますぞ。
おっとまたエイリアンの大群だ。ここでデモリッシャーのスキルだ。おらーやったー、ミサイル爆撃だー。このミサイルを当てた数で副作用で一定時間攻撃力が増すんだ。これがかなり使えるし、さらにヘビーガンが妙に強い。オブツは消毒だで 100% できますぞ。これはかなり気持ち良さそうですね。こういう世紀末な武器が多いのがデモリッシャーの特徴ですな。おっとオブツエイリアンだ。おらー、この初期武器のアサルトライフルも妙に強いですぞ。これずっと薄暗いエリアで遊ぶのかなと思ったけど、そういうことはなくて地上に出れたぞ。地上は緑豊かで綺麗ですね。そしてここで休憩地点だ。弾薬や回復アイテムをここで補充していくのだよ。わかりましたー。長い息をつく暇もなく襲ってくるエイリアン。もうここは爆撃要請を決めるしかない。エイリアンにミサイルをぶち込んでドクターの仇を取るんだよ。やっはー、おぶつは消毒だー。しかしそんな危険を察知して、エイリアンが全力で襲ってくる。だが時はすでに遅い。我が海兵隊のミサイルデスを破壊したぞ。燃えろー。これめちゃくちゃ派手な演出ですね。これで遺跡まで安全な道ができましたな。ちなみにデモリッシャーのもう一つのスキルがこれ、地面に爆弾を投げて敵をひるませます。これは強いエイリアンにも有効なので、ひるんだところにヘビーガンを当てるのがセオリーでしょう。けど火炎放射器って意外と火力がないですね。ああ、雑魚処理は良いけど瞬間火力に劣るよね。もちろん瞬間火力に優れてる武器もあるので、次はそれを持っていきますか。わかりましたー。そう、これがかなり強いヘビーウェポン。その名もスマートガンですぞ。実は自分は映画のエイリアンはほとんど見たことがないんだけど、この銃はエイリアン業界ではかなり有名みたい。なんか自動照準してくれる優れものみたいですね。なるほど、だからこれある程度合わせると勝手に照準決めてくれるのか。まさかのオートエイム銃だったー。実はこれも初期武器なんだけど、レートもヤバいくらい速いしかなり使える武器ですな。このゲーム、敵の動きがヤバい速いのでこういう武器はありがたいですね。でも速攻で弾が切れるのが弱点でした。もちろんこの武器は強いエイリアンにもかなり有効。殺気を感じたのでドッジで避けてひるませてから乱射だ。おらー、ほんとこの武器は強いですね。エイリアンをスマートガンで蹂躙して遺跡の奥に進む我がチーム。だがここで新たな敵が出てくる。そう、生き別れたボットである。ロボみたいなやつが銃を撃って襲ってきますね。なんかこれ、エイリアンアイソレーションってゲームに出てきたシーグソン社のアンドロイドらしいよ。シリーズ通して暗躍するウェイランド・ユタニ社のアンドロイドではないのですね。エイリアンヌーブの自分には見分けがつかないけど、きっとエイリアンを軍事利用する感じなので壊しておきましょう。そして我らがファイアチームが見たものは、そう、エイリアンを生け捕りにしようと目論むアンドロイドでした。ほらー、だからせっかくなのでまとめて爆撃しておきましたぞ。そして今回はスカウトライフルを持ってきたけど、これ威力は高いけどかなりエイム力が必要なので上級者向きですな。だがスカウトライフルはアンドロイドにはかなり強い。アンドロイドは結構固めなんだけど、スカウトライフルで必勝決めればかなり早く倒せますぞ。なんか急にデビジョンが始まりましたね。最初はゾンビゲー顔負けの打ちまくりシューターと思ったけど、ステージによっては全然違うゲーム性を見せてくれますな。おっと近づくやつはスマートガンの餌食だぜ。おらー、だがこいつ、ライオットシールドで銃弾を跳ね返すぞ。畜生、最強と思われたスマートガンにこんな弱点があったなんて。こうして我々特捜班は最強の武器を探すべく、一人ジャングルの奥地へと向かったのでした。ついに最強武器の紹介パートですね。デモリッシャーで最強の武器、自分的にはそれはインパクトグレネードだ。これ範囲攻撃できてなおかつ高ダメージ。もちろんこのゲームは武器のカスタマイズができるのだけど、ここはリロード速度が上がるパーツを全部つけましょう。最大3つまでアタッチメントを装着できますぞ。そしてこれがリロード速度を 55% ほど上げ、なおかつファイアレートを 20% ほど上げたインパクトグレネード。すごい勢いでリロードを決めますね。まあアタッチメントには色々効果があるけど、基本的にはリロード速度とファイアレートに割り振ると良い感じになりました。武器やアタッチメントはステージをクリアすればもらえるけど、それ以外にもステージをクリアすると通貨がもらえるので、その通貨で店で買うことができます。このインパクトグレネードは店で買う武器ですな。それと店ではパークも買うことができました。そう、このゲームはいろんなパークを組み合わせて自分だけのビルドを作ることができますぞ。まあパソコン版はまだ英語だけなのでわかりにくいけど、個人的にはクイックチャージのパークをつけてスキルのクールタイムを減らして、そしてヘビーガン関係のパークを山盛りにするとはかどりました。パークでもリロード速度とか漏れるのですよね。
さあイワンコフ、今度はお前が先陣を切るんだよ。また暗いエリアで怖いですよ。テブワー、助けてー。おらー、死ねー。ありがとうございますー。ふぅ、スタンダードでよかったぜ。高難易度なら爆風ダメージでイワンコフも死んでいましたな。なんという恐ろしい武器なんだ。これ強いけどマジでチームダメージを気をつける武器ですぞ。そんなもろはなインパクトグレネード、一番活躍するのは実はカバー射撃です。アンドロイドはすぐ銃を撃ってくるので遮蔽物に隠れないと速攻で死にます。でもインパクトグレネードなら隠れながら爆撃が可能です。敵の遮蔽物を無視してダメージを当てれます。さらにダメージもすごく高い。おらー、ほんとマジで最強武器ですねこれ。そして遺跡の奥には恐ろしいものがあった。そう、アンドロイドの生産工場である、畜生、今にも動き出しそうな不気味さですぞ。そういや、風さん、最初のステージでこのアンドロイド、ネタのザレごとほざきながらぶっ殺していましたね。ああ、確かそんなこともあったなと思っていたら、ここで悪夢が発生、あのアンドロイドが急に動き出して襲ってきたのである。これ初見だとかなりビビりますね。何気にこいつの一撃は痛いので、囲まれたら速攻で死ぬでしょう。でも事前に壊しておけば襲ってこないですぞ。さあこのキャンペーンも最後のエリアになった。このアンドロイドの動力源を止めたらクリアですぞ。ちなみに自分はもちろん全クリしてるけど、個人的にはここが一番難しかったです。そして次のステージにはゾンビみたいのが出てきますな。あれ、エイリアンはどうしたのですか。ああ、基本はエイリアンに襲われながらステージごとの特有の敵と戦っていく感じでしたぞ。なるほど。ここを登ればアンドロイドを制御するコンソールがあるはずだけど、やっぱりかなり手厚い防衛。だが自分はアンドロイドがスポーンする場所を知っているぞ。そこにめがけてリスキルかましてやるんだよ。やったー。今日もゲス戦法だー。おらー。おう、さすがインパクトグレネード。盾アンドロイドも速攻で倒せましたな。そしてある程度敵を倒すとボスアンドロイドが出てくる。こいつはミニガンとか火炎放射器とか乱射してて怖いけど、デモリッシャーのスキルを駆使すればノーダメージだ。リロード中にスキルを出すとはかどりますぞ。さあひるませたので爆撃の連続だぜ。おらー。ものすごい勢いで減っていきますね。味方の集中砲火も相まって速攻で倒せましたな。そしてアンドロイドメインのステージはここで終わり、次のステージでは謎の生命体とさらにヤバいエイリアンが出てきますな。それは楽しみですね。ねえ風さん、イワンコフこのゲームのこともっと知りたいですー。おっと、もうそんな時間なのか。フレンズと遊ぶとかなり面白いこのゲーム。わかったわかった。それじゃあ簡単に説明するね。このゲームの名前はエイリアンファイアチームエリート。先日発売された次世代の協力型の TPS で、パソコンとプレステ、そして Xbox 版が発売されているよ。日本はプレステだけ9月に日本語版が発売予定。他は今のところ英語で遊ぶしかない感じです。プレステ版が出てから他も日本語対応される可能性もありますが、まあ英語のままでも十分に遊べるゲーム性でしょう。制作はアメリカのインディースタジオ、コールドアイアンスタジオ。2015年に設立した新興のインディースタジオでこのゲームが1作目になります。これマジで1作目とは思えないクオリティですよね。自分もそう思って色々調べてみたんだけど、どうやらこの会社、海外では伝説的に有名なゲームネバーウィンターを作った会社のベテランたちで設立したスタジオっぽいね。なるほどー。それで風さん、このゲームはどうでしたか。ああ、レビューを見るとワールドウォーZに近いと言われてるけど、自分的には操作感はレムナントフロムジアッシーズを思い出しましたな。あのゲームはかなりの名作でしたよね。値段もこのボリュームでは安い方だし、グラフィックもすごく綺麗。ビルドを考えてエイリアンを蹴散らすのはかなり爽快で、個人的には大満足ですごく楽しめたけど、2点ほど気になることがありましたな。一つは視野角が狭くて調整できないこと。視野角が狭いと視覚外から攻撃されてイラスト成分が溜まるので、これがあと10くらい広いとかなり遊びやすくなる印象でした。それとマッチングシステムが旧世代なこと。現在はクイックマッチがなくて野良で遊ぶのは結構辛い。ミッション開始前の60秒の間に人が来ないと味方が強制的にボットになります。ボットはエイムは良いけど昔ながらのアホの子です。さらにクロスプレイもなければ途中参加もできないっぽいので、これは野良じゃなくフレンドと遊ぶことに重きを置いてる感じだね。このゲーム Xbox ならもうゲームパスに入ってますよね。ああ、箱勢なら気軽にフレンドを誘える感じですな。
一応公式デスコードを見たら開発者はマッチング周りが弱いことを認識してるらしく、将来的にはクイックマッチの追加を検討しているみたい。それが実装されたらより遊びやすくなりますね。そんなエイリアンファイアチームエリート、エイリアン業界では大絶賛の一品らしく、今までのエイリアンゲームの中で一番面白いという人がいるほど、値段もインディー価格なので手も出しやすい。動画説明欄に詳細を記載しますので、気になる人はチェックしましょう。今後は DLC でステージが追加されるみたいですぞ。ありがとうございました。さあついにやってきた最終ステージ。2面も3面もエイリアン以外の敵が多かったけど、最終ステージは原点回、もう最初から大量のエイリアンが湧いてきますぞ。もういきなり強いエイリアンが来ましたね。このステージはこれよりもさらに強いエイリアンが湧きますぞ。ほらー、死にさらせー。今回のミッションはエイリアンに完全に占領された土の破壊だ。やばい、ゼノモーフが生まれる前にここを爆破するんだよ。だがボットさん、やる気みなぎりすぎじゃないですか。てか、ドマチエイリアンを察知してたのか。えらいぞ、ぐわー。畜生ボットの野郎、もっと背後も警戒しやがれ。もう向こう見ずのかなり好戦的なボットですね、これ。この好戦的なプログラムがあんな悲劇を生むとは、この時、誰も予測できなかったんだ。ああ、仲間の海兵隊員が捕食決められてるよ。これはグロい光景ですね。そして見渡せばここはエイリアンの卵だらけ。孵化したら面倒なので破壊しながら進みましょう。おらー。これ放置すると妖怪が襲ってきますよね。そしてついに最終目的地にたどり着いた我がチーム。ここでコンソールを操作して爆破を決めるんだ。だがもちろん最後は防衛戦、大量のエイリアンの攻撃が来ると思うので、ここで今までチェストで集めた消耗品タレットを使いますぞ。おお、やっぱり大量に湧いてきましたね。だがタレットと爆破がいい仕事してくれるぞ。ここは4方向から来るのでかなりきついけど、事前準備をしっかりした我がチームに敵はなし。ほんと敵が速攻で溶けて爽快ですね。ある程度防衛してると最強エイリアンのプレトリアンがやってきます。こいつは硬いし打撃もすごい減るので要注意だけど、好戦的なボットが集中砲火を決めてくれてるぞ。それじゃあこっちも爆撃だ、おらー。こうしてプレトリアンは何もできずその短い生涯を終えたのです。だがエイリアンの猛攻もしのいだのでこれで安全に爆破工作できますな。いよいよ最後の脱出パートですね。さあボットたち急ぎますぞ。もちろん時間制限付きの脱出パート。ここでついにあのエイリアンが姿を現す。そう、エイリアンクイーンだ。こいつが忌まわしきエイリアンを生んでいたんだね。そして無敵判定っぽく攻撃が通らない。やばい、これは逃げるしかありませんぞ。でもボットさんが戦ってますよ。畜生、好戦的プログラムがあだになった。てぐわー。やったー、フェイスハガーだー。危ねえ、危うく寄生体を植え付けられるところでしたぞ。でも一向に攻撃をやめないボット。残念だけどここは見捨てるしかありませんな。仲間を見捨て一人脱出を試みるファイアチーム。ここからクイーンがかなりドッキリを仕掛けてきますぞ。やばい、クイーンに見つかってしまったぞ。急げ、あの穴に逃げ込むんだ。おらー。これは間一髪でしたね。だが貴重なボットの命は戻ってこない。そんな怒りを安全圏からぶつけるファイアチーム。だが奇跡が起きた。なんとボットがギリギリで逃げてきたのである。映画みたいに感動的な光景だー。これには全米も泣くしかない。エンディングまで泣くんじゃない。こうしてファイアチームは爆破工作を成功させてエウリアンとクイーンを滅殺したのです。まだザレ事忘れてなかったのですね。キャンペーンを全部クリアすると高難易度とホードモードが解放されるぞ。ここからが本番のエイリアンファイアチームエリート。俺たちの戦いはこれからだー。これからだー。それでは皆さん、またねー。